It's Miley 青山まいりです。今日は私が大学の授業を決めるのにあたってすごい大切だなと思う5つのポイントを紹介していきたいと思います。私がどうやって授業を決めているかっていうのを紹介します。 Let's get started。 まず、最初のポイントとしては、今のご時世の中の授業ということで、オンラインオンデマンドもしくは、リアルタイム配信なのか、あとは対面授業なのかどうかっていうのはすごい大切だと思っていて、例えばお仕事であったり、バイトとかのスケジュールとかもこう入れれるようなスケジュール作りをするようにしています。あんまりこう偏って1限とか5限ばっかっていうのが嫌なので、結構最初に見るポイントとしては、いつその授業が開催されてて、こうどういうスタイルの授業なのかっていうことも大切に考えています。私は3年生なんですけど、もうあと1年半しか大学がないので、なるべく週1、2回は対面授業を受けたいなっていう考えだったので、特に政治経済学部に転部してから大学実際行ったのは半年間だけなので、すごい政経に通ってる感がなかったので、今年は対面授業をゼミ以外にも取りたいなっていうことで、ゼミ以外に2つほど授業を取っています。で、ハイブリッド型っていう授業もあって、それはこうリアルタイム配信と対面授業のミックスみたいのがあって、それ結構便利で、こうどうしてもその教室に行けない日にその授業を受けれるので、そういう授業も結構取っています。結構そこは重視しているポイントです。では2つ目は、早稲田生多分特有なのかな、マイルストーンっていう本があるんですけど、サークルの人が作っている本で、その本にはこう授業の面白さだったり、単位の取得の難しさとか、どのくらいが合格するかとか、どういう授業内容なのかっていうのをこのくらいの、こう箱の中でドワーって書いてあって、こう全ほとんどの授業のことについて書いてある本です。なので、どの学部の人でもそれを使ってこう授業を選ぶっていうのが定番です。なのですごい人気な授業も書いてあるし、逆に全然人気のない授業も書いてあるので、こう選ぶ中で周りの意見みたいなのをその本から取り入れることができるので、とても便利です。だけど、英語プログラムの授業の記載がすごい少ないので、日本語の授業しか、基本的に書いてないです。けどすごく便利で、例えば政経に遠藤さんっていう教授がいるんですけど、その人がもうめちゃくちゃこう面白いし、単位の取得が簡単っていうことで、ほとんどの人が仙台になっちゃうんですけど、去年ミーが取れて、4単位授業の授業が取れて、しかも成績も良かったっていう、ちょっとしたおすすめの授業です。そういう感じのことを、全部書いてあるのがそのマイルストーンっていう本なので、新しい新入生の人であったり、これから早稲田考えてる人とか、そういうのがあるよっていうのが覚えていきたいポイントです。3つ目は評価基準です。で、結構それも大事で、こうリアルタイムで試験があるのか、もしくはこうレポートなのか課題なのか、どういうもので評価されているかっていうのが重要で、例えば友達はあんまりこうリアルタイムの授業、バイトが忙しくてリアルタイムの授業にあんまり出れない、だからリアルタイムの最後の試験がある授業はなるべく避けたいっていうことがいるので、そういう部分もシラバスっていうので確認することによって、今後の授業の流れとかも把握できるし、例えばミーはレポートとかの方が得意だから、試験よりレポート系の授業を多めに取っています。だけどこうすごい学びたいものがあったら、結構その評価基準は無視しているかもしれないですけど、結構その下の部分に評価、シラバスの下の部分に評価基準で、最後の期末の課題が、30ページのなんとかなんとかと書いてあったら、ちょっと避けたいなっていう授業かもしれません。で、あとはこう
GPA の何点何とか以上じゃないとありませんとかそういうのもあるので、まあ、結構要チェックな項目です。はい、では4つ目は卒業必須単位で、まあ、なぜかっていうと私は例えば転部していてこう政治科目とか経済科目とかその国際政治経済学部の科目がすごい少なくて理系だったので、まあ、理数系ばっか取ってたので、まあ、そこの単位はもう1年生の時に終わっていて、なんなら多すぎてすごい量があるんですけど、こう政治とか経済のことがすごい少ないので、まあ、そういう単位をしっかり取らないとどんなに単位数が多くても卒業できないっていうことに陥りかねないので、まあ、ちゃんとそこも確認すべきです。でそれは成績表 のページ前早稲田のページからも確認できますし、こう自分の学部のホームページとかにも書いてあるので、まあ都度チェックした方がいいと思います。なので私は例えば残り30単位で卒業できるんですけど、残り20単位ぐらいその必須科目みたいのがあるので、そこを取らないと卒業できないみたいな。30単位って結構多分1年半だったら全然取れると思うんですけど、その時間割の関係とかでその20単位取れるかはまあ微妙なので、まあそういうところもすごい大切です。まあそして最後のポイント、まあもちろんこう授業が面白いかどうかっていうポイントも大切なんですけど、まあ私は例えばすごい難しそうな授業だけど取ってみたいなっていう授業があったら、まあ友達取ってるのかなとか、そういうポイントも結構重視しています。なぜならこう一緒にこう課題の話をしたりとか、もし出れない授業があったらその友達と話し合えたりするので、まあこうお友達が取ってるのかなっていうのも聞き回るのも結構大切です。であと、まあ、聞くことによって前取ってた先輩とか後輩とか、まあ、同期とかがいると思うので、その人たちにこの授業どうだったとかこの先生どうだったっていうのを聞けるので、すごく、まあ、知り合いがいるかいないか、もしくは前に取ったかどうかっていうポイントもすごく大切にしています。で、まあ、最後まとめると、まあ、すごい、まあ、早稲田に関してなんですけど、早稲田の授業はとっても、まあ、こうグローバルエデュケーションセンターとか、まあ、いろいろあるので、こう幅広いもの、例えばなんか姿勢の授業があるらしくて、なんか椅子に正しい姿勢で座れるかどうかでなんか評価されるみたいな授業があるって噂で聞いたんですけど、まあ、そういう感じでも本当に幅広い内容のことを学べるので、はい、すごい面白い大学だと思います。でそういう授業は別に何学部でも取れるので、まあ例えばそういうなんていう雑学っていうか、なんていうんだろう、そういう系のことをたくさん学びたい人っていうのもいると思うので、まあそういう人にもすごい素晴らしいと思うし、例えば私が今受けてる授業でなんかアントレプレナーファイナンスって言って、まあ例えば起業したい人とかにも多分いい内容だし、逆に投資したい人とか、まあなんかベンチャー企業とかにねお金あ投資したい人とか、そういう人にもすごいいいような授業をとっています。なので私はなんかそういうのが今後人生のためになるかなと思って、結構最終レポート20ページとからしいんですけど、まあとってみました。でまあこう幅広い授業があるので、本当に取りたい授業がないなって思うことはほとんどないです。なのでまあ私はけどさっき紹介した5つのポイントを結構重視しています。はい、まあ大学生ってすごいこう授業を決めるのも楽しみだと思うので、まあ大学生になった人はまあ次の学期とかもこういうポイントを押さえておけばいいんじゃないかなって思います。それから今後早稲田に入学する人とかも、まあ、こういう風に授業を大学生は決めてるんだよっていう、はい、ティップです。はい、今日の動画を見てくれてありがとうございます。Thank you for watching my video. Please like, comment, and subscribe to my channel. See you in my next video. Bye!